皆さんこんにちは、マモプです。今回はですね、初めてなんですけど、茨城県の美保ゴルフクラブに行ってきました。その昔あれですよね、その昔日本プロとかですね、開催されたりとか、まあ、PGM の、トーナメントとかも開催されてまして、まあ行ったことある方って関東にいる人結構多いとは思うんですけど、なぜかね、私は今回初めて行くことになりました。まあ、今日は気温がちょっと寒いという予報で、まあもちろん寒かったんですけど、まあまあ、あの快晴で日が当たってましたんで、意外にね、何の問題もなく、普通にコースが回ることができました。まあ、あのロバート・トレント・ジョーンズ・ジュニアの設計なんですね。っていうのは、私が以前所属してたコースもロバート・トレント・ジョーンズ・ジュニアの設計でして、まあ、特徴というかね、結構グリーンが大きくて、なんていうんですかね、こうポジションがしっかり取れないと意外とパターで苦労するコースなんですね。あとは、まあ、池と、まあ、傾斜はうまくこう折り重なっているコースという印象が強いと思います。で、結構今日はコンディションがまあまあ、コース内は良かったですね。はい。で、PGM のグランドっていうんですか、ちょっとこう高級な仕様のコースになるんですかね。はい。で、キャディ付きで回ってる人なんかもいたりとか、まあ、今回はセルフでしたけど、GPS のカートが、まあ、導入されているので全然問題なく、まあ、初めてでしたけど、まあ、ちょっとね、こう分かりづらいホールもあったりとか、ピンポジションがもう場所が分かってもなかなかちょっと、まあ、難しかったりとかいうこともありますね。今日は一応表示では、9.5 フィートって書いてありました。で、コンパクションも23とかって書いてあったかな。で、まあ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 ですかね。はい。で、ピンポジションが結構今日お客さんが少なかったのか、かなりちょっと端に切ってあるところが結構多くて、まあまあ難しいセッティング、グリーン上はセッティングが難しかったのかなっていう気はします。スコアはいくつだったんだろう。スコアね、チェックしてないんですよ。はい。スコアは今日インコースからスタートして、36の3級かな、40かな、なんかその辺。もうバディも1個しか取れてなかったですね。はい。結構ね、バーディーパットは打ったんですけど、かなり外しましたね、相変わらずですね。はい。一定驚いたんですけど、もうクラブハウス出て目の前が、まあ、アウトコースインコースってあるんですけど、その真ん中にですね、練習場がどんぐらいだろう、300ヤードぐらいになるのかな、の練習場があって、結構すぐ練習できるし、
アプローチグリーンもあって、パッティンググリーンも目の前にあって、結構練習する環境としてはかなりいいですね。あそこ、このコースに行かれる予定の方は、美穂ゴルフクラブにね、行くチャンスのある方は、ぜひ早めにね、ゴルフ場へ到着して、練習場で練習して、アプローチもしっかりやって、出てスタートするっていうパターンがおすすめですね。まあ、本当はね、プレー終わった後にちょっとね、アプローチとか練習できると本当はいいんですけど、まあ、なかなかそうもいかないと思うんですけどね。でコースは、今日はもう一番後ろのティーから回らせてもらいました。なので、7000ちょっとぐらいになるのかな、はい。で結構難易度もまあまあ高く、午後からちょっと風が吹いてきたので、まあ、少し難しくなったかなというところです。まあ、クラブハウスもすごく綺麗ですし、ホスピタリティも高い、非常におすすめできるコースです。そしてちょっと残念だったのはね、これはゴルフ場のせいじゃないんですけど、バンカーがねかなりちょっと足跡とか多かったです。本当にちょっとこれはね、まあプレイヤーのね問題だと思いますんで、残念だなと。簡単にちょっとね鳴らすだけでもしていければいいのに、なんかこう自分の足跡をそのまま残していくっていうのはね、ちょっとなんか残念だなとは思います。まあそれはねゴルフ場の問題じゃないんですけど、まああとは結構コースのメンテナンスもすごくいいですし、グリーンのコンディションも悪くないですし、非常にプレーしやすく気持ちよくプレーできました。でまた行きたいなって思うコースですね、はい。ぜひまたあったかくなったらね行きたいなと思います。はい。まあ、今日はねそんなちょっとプレーの内容は録画してないんですけど、まあそんな感じで、プレーしてきました。以上、美穂ゴルフクラブをプレーしたよ、マモップでした。皆さんまた見てくださいね。